アレクサンダー・スタニスラボビーチブブリクはカザフスタンの男子プロテニス選手。ロシア出身で現在はカザフスタン国籍で選手登録をしている。ATP ツアーでまだ優勝はない。自己最高ランキングはシングルス37位、ダブルス49位。身長198センチメートル、体重77キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。 2017年前後をオープンで予選を通過し、グランドスラム初出場を果たすと、1回戦で第16シードのリカプイを破り、グランドスラム初勝利を挙げた。2018年は不調により、成績が振るわなかったので、ランキングが200位台まで加工した。2018年シーズン終盤に、ブラチスラバで開催されたチャレンジャーで優勝し、チャレンジャー3勝目を挙げた。 2019年には全米オープンで3回戦進出を果たした。この年はテニス伝道オープンと生徒オープンで準優勝を果たした。2020年全豪オープン男子ダブルスでは同国の先輩ミハイル・ククシュキンと組んでベスト4進出を果たした。2020年全仏オープンでは1回戦で世界ランク9位のガエル・モンフィスを破った。 年始のアンタルヤオープンでは3度のツアー決勝に進出。マッテオ・ベレッティーニをストレートで破り、トップ10選手に勝利。だが、決勝でのアレックス・デミノー戦では、怪我により、決勝戦を途中棄権し、残念ながら、ツアー初優勝にはならなかった。全豪オープンでは、2回戦で、ルシャン・ラヨビッチに敗れた。しかし、その後のシンガポールオープンでは4度目のツアー決勝に、 進出。決勝戦ではアレクセイ・ポピリンに敗れ、ツアー初優勝とはならなかった。マイアミオープンでは準々決勝まで進出。準々決勝ではヤニック・シナーに敗れたが、マスターズ戦で初のベスト8入りを記録した。マドリードオープンでもマスターズでベスト8入りを達成し、5月10日に世界40位のキャリア最高ランキングを更新。 ダブルスでのグランドスラムでの6回目の出場で、全仏オープンダブルスの部では、グランドスラム初の決勝進出を果たした。6月14日に、ダブルスで、キャリア最高ランキング49位を更新。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。